ハイタム・アレーサミは、ノルウェーとモロッコのサッカー選手、ノルウェー代表、ポジションは DF。ホルムリア、SK の下部組織でサッカーを始め、スケートフォトバルの下部組織に移った。2010年に、オットセンリーガ園に所属する、スケードのトップチームで選手初出場。翌年には、クラブの最優秀若手選手賞を受賞。2012年8月に、 ベンジャミンダールハーゲンがボレレンガフォトバルに復帰したため、彼はその後釜として、フレドリクスタイフ系に加入。5日のエリテセリエンデビュー戦では、タリクエルユヌ氏の得点をアシストし、2から0での勝利に貢献した。2014年8月18日に4年契約で、アルスベンスカンの衣服テボリとの契約に、サイン、2015年のプレシーズンから合流した。 2016年8月8日にセリエ B の US チッタディパレルモに完全移籍。2019年7月にリーグアンのアミアン SC に完全移籍。2015年10月10日の UEFA ユーロ2016予選グループ H のマルタ代表戦でノルウェー代表初出場。 弟のアユブアレイサミもサッカー選手、ありがとうございます。